あら、どうしたの？急いで駆け寄ってきて。今日は私にご用？まあ、心配してくれてたの？あの、誰かにつけられてるみたいって怖がってた子のことよね。そんなに気にかけてくれてたなら、もっと早くに話せばよかったわ。それがね、実は彼女、あの後もたびたび誰かにつけ回されてるみたいなのよ。それで心配だから、一人で行動しないように私がなるべく一緒にいるようにしているの。今日は研究所内での仕事中だから大丈夫だと思うけど。私は昔からおせっかいなだけよ。アーサーに剣を渡したり、アバロンへ導いたり、ランスロットなんて18歳まで育てちゃったし。それに彼女は女性だもの。しかも戦闘なんてしたこともない研究員。か弱い女性ですからね。彼女と数日一緒にいて気づいたのだけど、許しがたいことに彼女をつけ回している相手、どうやら男なのよ。私もまだはっきりと見たわけではないのだけれど、体格からしておそらく間違いないわね。どれだけ用心したってしすぎということはないと思うわ。あら、私と同じ意見なのね。大げさだとか気にしすぎって人もいるのに。男はみんな獣とまでは思っていないけれど、知らない男につけ回されることが女にとってどれだけ怖いか分かってないのがいるわよね。ドルイドの構想ですらクラチモノはいるんだもの。見た目が素晴らしい紳士だとしても安心できないわ。だからもうしばらくはできれば彼女のそばを離れないようにしようとは思っているのだけど、彼女の精神的負担もあるし、早くフラチモノを捕まえたいわね。ありがとう。だったらぜひお願いしたいことがあるわ。いいかしら。少し間を置いてから彼女と一緒に外出するわ。しばらく護衛のようにくっついてたから、もう向こうも諦めただろうと思ったふりをしてね。その時になったらまた声をかけるから、離れたところから見張りに来てつけ回してる男を見つけてほしいのよ。助かるわ。頼りにしてるわよ。